マイケル・ブレア・チョイスは、アメリカ合衆国、テキサス州、グランドプレイリー出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。2019年現在は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットン・ファーマーズ所属。テキサス大学アーリントン校在籍時の2010年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。プロ2年目の2011年には、 参加の A 級ストックトンポーツで134、三振を起死したものの打率、285と9大点で、本類打は30本と長打力をアピールした。2012年は A 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、91試合に出場して打率、287.10本類が58打点、5盗塁の成績を残した。2013年は、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツでプレーし、132試合に出場して打率。302.14本塁が89打点1盗塁の成績を残した。マイナーリーグの全日程終了後、9月1日にメジャー昇格し、翌2日のテキサスレンジャーズ戦でデビュー。この年はメジャーで6試合に出場し、打率278だった。 2013年12月3日にクレイグ・ジェントリー、ジョシリンド・ブロムとのトレードでクリストファー・アボスティックと共にレンジャーズへ移籍した。2014年シーズンは開幕ロースター入りを果たし、4月12日のヒューストン・アストロズ戦でメジャー初本塁打を放つ。この年は86試合に出場し、打率182.9本塁打、36打点、1盗塁の成績を残した。 2015年8月18日にウィル・ベナブルの加入に伴って戦力外となった。2015年8月21日にウェーバー工事を経てクリーブランド・インディアンスへ移籍し、参加のトリプル A 級コロンバス・クリッパーズへ配属された。トリプル A 級コロンバスでは14試合に出場したが、打率204に終わった。また、メジャーでは出番がなかった。 11月25日にカービー・イーツの加入に伴って戦力外となり30日にマイナー契約で AAA 級コロンバスに配属となった2016年も AA、A、級コロンバスに所属したがメジャー昇格はなく11月7日に FA となった2017年2月15日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結び トリプル A 級ノーフォークタイズへ配属された。5月2日に自由契約となった。2017年5月5日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、A 級ビロクシ,シャッカーズへ配属された。2017年7月22日、不審により退団したダニー・ドーンの代役として、韓国プロ野球のネクセンヒーローズと契約。同年は46試合出場ながら17。 本塁打を記録。9月7日の LG ツインズ戦で、ドーム型野球場であるネクセンの本拠地、公尺スカイドームの天井に2度も打球を当てた。10月3日に出場したサムスンライオンズ戦は、サムスンの李昇用の引退試合であったが、韓国では、初の3打席連続本塁打を記録した。2018年8月7日、ネクセンからウェーバー工事され対団となった。 2018年8月16日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。2019年はキンタナロータイガースと契約したが5月31日に解雇となる。6月29日にラグナユニオンコットンファーマーズと契約。ありがとうございます。